草薙敦子は、北海道出身の女性ジャーナリスト、ノンフィクション作家。日本文芸家協会会員、明治学院大学社会学部卒業、元東京少年鑑別所法務教官。2002年から2003年にかけて、森明夫が提唱する、ゲーム脳を、少年犯罪と結びつけた記事を執筆し、 この仮説を科学的に正しいものであるとしている。また、川島竜太が、テレビゲームが脳に悪影響を与えると発言したとする記事も書いている。2007年6月5日、奈良家庭裁判所が、奈良自宅放火母子三人殺人事件を取材した、著書、僕はパパを殺すことに決めた。 奈良エリート少年自宅放火事件の真実について少年審判に対する信頼を著しく損ない関係者に苦痛を与えかねないとして草薙と講談社に抗議文を送る同年7月12日同書について東京法務局が少年の生育歴などを詳細に記述したのはプライバシーなどの人権の著しい信頼と判断し草薙と講談社に 長男や父親らへの謝罪と増殺中止も含めた被害回復措置を取るよう勧告。同年9月14日、奈良地方検察庁と奈良県警が警報の秘密老子容疑で草薙の自宅や所属事務所などを捜索。同年10月14日、奈良地検が草薙に供述聴書などの精神鑑定資料を閲覧させた精神科医を秘密老子容疑で逮捕。 同年11月2日、奈良地検が草薙への情報漏事罪で精神会を起訴し、草薙は権議不十分で不起訴となる。草薙は京都市内のホテルなどで捜査資料を開示され、カメラで撮影した事実を認めた。2008年4月9日、僕はパパを殺すことに決めたの版元の講談者が、 調査報告書を公表し、供述調書を直接引用しないという取材源の、医師との約束に反した重大な出版倫理上の歌詞があると指摘された。同年4月21日、草薙が記者会見し、講談社の調査報告書を IC レコーダーの記録を無断で引用したと批判し、謝罪と削除を要求していることを明らかにした。同年8月28日、 NHK が2007年9月22日に、草薙が奈良地検の事情聴取に対して、精神会に頼み、聴取の写しを見せてもらったと話していると報じた件で、草薙は、取材源は否得したとして、NHK に対して1000万円の損害賠償請求訴訟を東京地裁で起こす。同年12月10日、講談社は、僕はパパを殺すことに決めたについて、 コピー禁止、直接引用禁止、現行の事前確認の合意に反した出版倫理上の歌詞があると指摘した文章を全国の図書館に配布した。しかし草薙はこの3点の約束はなかったと主張し、講談者のウェブサイトに自身の見解を掲載させた。2009年1月14日、草薙は長所漏洩事件の後半で一転して、 長所の入手先が起訴された医師であることや許可なく長所を写真撮影した事実を認めた。引用は講談社からの提案だったという。ありがとうございます。